はいどうもこまるわです。まず最初のコース、トライトゥーダイ 3D。こちらのコースは死んでみようっていう謎のコースです。やってみたいと思います。つまり死ねばいいってことだよね。え、これ簡単じゃん。ジャンプして終わりじゃないの。いや、隠しブロックだろうな。はい。おー、合ってた。じゃあ絶対に死ねないコースなのか。これは下にキラーが隠してあって乗れるパターンですね。おー、よくあるやつだ。でもこれどういう原理なんだろうね。思いっきり入ってるけどね。さあ続いていきます。入る、上がる、お、なんだ、土管か。オッケーオッケーオッケー、入っていきましょう。でもね、これクリア率がなぜか 90% だったので 10% の人は死ねてるんですよね。さあ変わって落ちて、なんだなんだ、これは入ればいいのかな。別に騙しコースってわけではないので、どうやって上行くんだ。上に何かあるってことか。あるね。ちょっと待って、これいけるかもしれない。あ、待って、これを持ってで置いて、はい、でジャンプ。ちょっと待てよ、いけるかもしれない。これは P スイッチの P ジャンを使えば。あ、ダメだった、無理かもしれない。でこっちは落ちれないですよと。はいはいはい、じゃあ次行きます。あー、どうっすなんで鍵持ってるの。いつ取ったの。勝手に取らないで。誰、人んちの鍵かもしれないよ。これはいけないと。はいはいはい、ちょっとどいてくれないかな。キラ上になんかあるんじゃない。 10% の人は死ねてるってことはどっかに何かあるよね。それともあれなのかな、途中でギブアップしたら死ぬみたいな。あ、待って、上に何かあるぞ。いやでも特に関係なさそうだね。では行きます。あれだね、多分キラーを下ろすためのやつだったんだろうね、上のさっきのブロック。おお、隠しがあると。はいはいはい、それでは次行きます。おーおお、なんだなんだ、このまま待ってれば死ねるんじゃないか説があるけど、ちょっと待ってみましょうか。まあ何もできないんだよね、他に。さあ落ちてくる。あ、おお、へえ、貫通するんだ。あれって潰れないんだね。これを降りて針とかがあるんじゃないの。え、何、雰囲気変わったんだけど。どうしたどうしたどうした。え、あ、お化けがいる、かわいい。あ、戻れない、なんかすごい煽られるんだけど。お前も死んでみろ、こっちの世界においでよってすごい言われてるけど死ねないんだけど。これはなんだ。あ、ドッスン、ドッスン多分さ下に降りてこないドッスンじゃない。これいくよ、ほら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 。え、でもこの隙間とかに入れないかな。もうちょっとぺちゃんこになってくれないかな。マリオ、あのスーパーマリオペーパーみたいな感じでペラペラになってほしい。オッケー、これは、おお、ドット絵だ。ドット絵の死ぬマークがあるね。ってことは今から死ねるみたいな、そんな感じ。でもクリア率 90% だからなさそうだよね。ああ、びっくりした、死んだかと思った。これは、え、でもこれ切り替わらないの、スイッチ。あ、もう切り替わらないんだ、すごい仕組みだね。1回しか切り替わらないようにできてる。しかも命だけが増えていく死ぬことはないの、命だけが増える。結構平和な世界、天国だな。ああ、ゴール、ありがとうございます。ん、左死ねるんじゃないのこれ。待って、避けて左行けるかもしれない、やってみます。さあ戻ってきました。ゴールのところの左に行けば多分行けるような気がするんだけど、ちょっと待ってよ、行けるかな。左だよね、これで無理だったら多分無理です。行きます。あー、無理だー、悔しい。ありがとうございます。続いてのコース、ドキドキ城2、スーパースターを使って無敵の魔王ゴール。すごいゴール条件だね。さあ1をやってないですが2をいきなりやりたいと思います。入っていいのかな、あのドアから出てくるんじゃないの、右の。え、やばいやば、え、え、今当たらなかったよね、どういうこと。もう一回行ってみます。当たらないのか。あ、当たらない、すごいこれ。え、じゃあさ、この歯車も当たらないんじゃないの。え、当たるじゃん、歯車当たる感じなのね。はい、行きます。結構難しいな。まあドキドキしなければ僕の勝ちってことは合ってるよね。じゃあギリギリになって危なかったっていう感じになるのかな、多分。これはジャンプして上に行けずに下に落ちるとかそういう感じじゃないの。行きます。あー、やっぱそうだね。ちょっと、びっくりしたあー、怖かった。次行きます。このマグマパターンよくわかんないよね。マグマが浸かるパターンと浸からないパターン。おー、なんだ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 、何が起こった結構カオスな感じになったよね。上で死ぬこともできないし、え、じゃあこれどうやって行くの。あ、コインに戻るんだね。オッケーオッケー、次行きます。誰が来る？ドキドキはしないでしょ、さすがに。これ右行ったらなんかあるんじゃないの？何もないね。あ、爆弾が来た。あ、テリサだ。これ死なないんでしょ？え、どういうこと？一旦じゃあ右へ行って、ここまで逃げ、あ、逃げれずに死ぬのか？テリサは？は？何これ？え、僕どうするの？これ。え、貫通しろってことかな？合ってる？こういうことだよね？で、テリサは来れないと。オッケー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 。簡単だった。次行きます。
まあこのステージで死ぬことなんてないでしょう。これはなんだ、上に、オーケーオーケーオーケー、セーフ。左行きます。オッケー。歯車とかで死ぬ前にキノコをちゃんとくれる感じ。これは上に行けないんじゃない。ちょっと待って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 、ごめんごめんごめん。なんで壊れたんだろうあれ。あ、やっぱ上行けないね。あのキラーが壊れる仕組み不思議だな。下に何か敵がいるってことなのかな。でその敵が死んじゃった、危ない。オッケーオッケーオッケー。その敵が死んじゃったとかそういう感じなのかな。オッケー、次行きます。さあ何が来る。あ、ゴールだ。無敵になればいいのかな。え、なれないじゃん。え、なにこれ、やり直しみたいな。これ爆発して僕が死ぬみたいな。あー、ゴール、ありがとうございます。続いてのコース、時計の針。こちらのコースは時計の針が一周回るまでに、クリアしましょうみたいなコースだと思います。一回見てみましょうか。こうやって回って、はい、もうすぐ12時になって、あー、なるほどね。どうやって作ってるんだろう、これすごいね。カンカンカンとかも出るね。オッケー、ありがとうございます。行きましょう。オッケー、カンカンカンってなったら気をつけよう。まだ大丈夫大丈夫大丈夫。おおお、カンカンカンなった。オッケー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 。これが難しくなるんでしょ。え、ちょっと待って、はいはいはい。あ、まだ余裕あるね。何秒なんだろうこれ。オッケー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 。なんかこのカンカンカンって音怖いな。こうしてジャンプ、ええ意外とジャンプできない。オッケー、セーフ。オッケー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 。さあギリギリになってきましたね。結構オッケーオッケー、オッケー。あ、待って、これ無限なの。オッケーオッケーオッケー、入っていきます。まあ、この辺じゃまだくたばりませんよ。え、早く早くして、ちょっと待って待って。え、なに、何すればいいの。え、落ちた。え、ああ、中間ね、ありがとう。次行きます。なんで右に針があったんだろう。行きましょう。これは普通にジャンプすればいいんでしょ。オッケー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 、はい、行けると。まあ、この辺のテクニックは基礎テクニックなのでまだ行け、ちょっと待って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 。オッケーオッケーオッケー、行けないフラグが立ってた今。さあ次なんだ、ジャンプ。あー、なるほどね。はいで、はいで、スルーして、オッケー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 。今全部一発でいってます。これは？あ、これ結構簡単。はいはいはい。あ、あー、ちょっと待って。あー、やだ。今完全にズルしました。こうして、1、まだまだ。はい、2、で、え、結構厳しくない。あ、なるほど、戦わなくていいんだ。あー、そうなのね。ボスを見たら戦いましょうっておばあちゃんが言ってたから、そうなのかと思った。オッケー、次行きます。さ、うちのおばあちゃんがね、ボスを見たら絶対に戦いましょう、倒さないと。あ、え、なに、え、ちょっと待って。あー、ゴール、ありがとうございます。続いてのコース、テコの原理、どっちが重いクイズ。こちらのコースはいつものどっちが重いでしょうとは違います。なんとテコを用いてやるみたいです。これがいつもの問題だね。左の1体、右の2体、どっちが重いでしょうって言ったら右の2体なんだけど、この2問目から変わります。テコの原理を使うので、左の2体と右の1体、実はこの中心までの近さが違うんですよね、シーソーの真ん中までの。だから今回だったら、まあでもどうなんだろうね、端っこちょっと真ん中だから、どっちが重い、右の1体の方が重いと思います。これはどうだ。あ、正解だ。こんな感じで当てていくみたいです。それではやっていきましょう。これは右と左どっちが重いでしょう。さあ結構ばらけてるけど、左じゃないかな。どうだろう、こいつ、この一体って結構右側にいるからこっちなのかな。一回これで行ってみたいと思います。あ、違う、なんで。じゃあ左見てみるよ。一回答え見てみよう。はい、入っていいのかな。ここは答え見れる、見れないんだ。これだったら真ん中4体4、3、2、2、2、1、こいつが多分一番重いんだけど、やっぱ端っこにいるやつって絶対重いから右だと思います。僕は右の方が重い。さあどうだ、行ってみましょう。え、違うの、難しいよこの問題。それでは左にしたいと思います。はい、正解なんだ。でも答え見たいよね。答えないのちょっと不思議だ。あー、終わっちゃった、ありがとうございます。続いてのコース、落ちるアスレチック。なんかね、このコースは足場がどんどん落ちていって毒沼に浸かる前に、脱出しましょうみたいなのが書かれてました。それではやってみたいと思います。あ、こういう感じで、オッケーオッケーオッケー。だんだん難しくなっていくパターンね。はい、ジャンプジャンプの、オッケー、10コインもらっておきましょう。次行きます。このなんて言うんだろう、 3D マリオっていうのかな。え、なに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 、上に上がった。あ、ちょっと待って、上であるの。この壁キックができるパターンのマリオ僕結構好き。オッケー、次行きます。いや、好きじゃないね、スコだね。あ、一旦左へ行って壁キックしていく感じ。オッケーオッケーオッケー。多分全部左へ行けばいいのかな一旦。あ、これは右だね、確実に右行って一回耐久してからの降りると。オッケー、まだ簡単です。次やっぱ左で壁キックかな、これは。
オッケー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 、左作戦結構ありだと思うな。左、オッケーオッケーオッケー。これ乗ってもいいんじゃないの？あ、余裕あるね。オッケー、30コイン。どんどんコインが溜まっていくけど、ちょっと、いや、やばい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 。オッケー、余裕余裕。50コイン？50まで来たら100コインっていうのはないから次が最後なのかな。バネ、はい。え、どういうこと？あ、ゴールがある。オッケー、ありがとうございます。